今回はこれであなたも大人クールに。ナチュラルな自然なやつは憧れるけど、ナチュラルバングを作るテクニックを大解説。下から毛先をこうつまむように。気になる可愛いを徹底解説、 e トークス。皆さんこんにちは。気になる可愛いを徹底解説、イートークス。前髪の髪のマリナです。マネージャーのミエです。今回も前回に引き続きこちら、じゃん、川口春奈さんです。はいはい、前回はこちらですね、うん、こちらの前髪を解説させていただいたので、まだご覧になられてない方は関連動画からご覧ください。で、今回はこちらですね、うん、ストレートタッチ、まっすぐなカールのついていない前髪、かつ隙間感があるので縦感が横よりも強調されて、よりクールで大人な雰囲気が出ている前髪なんですけど、うん、今回はこちらをまたみえさんに実践していただきたいと思います。はい。髪の毛の毛質的には直毛です。あ、超直毛。超直毛、うん、結構ストンって落ちる感じですか？そう、絶対とかがっつり巻いて、うん、がっつりスタイリング剤つけてます。あ、だからこういうなんかちょっとこうナチュラルな自然なやつは憧れるけど、ただのなんか何もして、そう、何もしてないみたいに見えるからこういうのすごい憧れます。そんなナチュラルな憧れの前髪をどう作っていけばいいのか、うん、ナチュラルやけどちゃんとセットしてるみたいな、うんうん、じゃあこの前髪のポイントを先に1個だけ言いますね、うん、乾かし方が重要です、うん、実践の時に髪質に合わせた乾かし方もちゃんと説明していこうかなと思いますので、はい、実際にやってみましょう。はい、はいはい、では実際に乾かすところからやっていきたいと思います。はい、はい、みえさんは直毛さんなので、はい、何も気にせずそのまま乾かしてもらいます。当てていいの？はい、はい、あ、乾いて、ほとんど乾いた状態で、はい、さっきの前髪は真ん中が隙間感があって、うん、横はちょっと流れるような前髪なので、はい、少しだけみえさんの場合だとここが全部重たいので、うん、少しちょっと分けながら最終乾かしてもらいます。はい、はい、で、熊さんの場合はもうこのままで分け目ですね、分け目が重要になるので横に分けながら真ん中少し下ろして、セット自体はこれで終わりです。で、ここに直毛さんだと結構パラパラまっすぐ落ちてきやすいので、はい、こういうソリエの4番とか、はい、もっとクールに仕上げたい場合はオイルを少し手に取って毛先をつまむようなイメージでつけてもらうとクールに仕上がってくれます。はい、じゃあこれをちょっとだけ、ちょっとだけです。もう指のひだにちょっとつけてください。それぐらいです。ちょっとだけです。もう点ぐらいつけてもらってしっかり伸ばします。予定、はい、しっかり指で伸ばしてもらって、下から毛先をこうつまむように、そうです、うん、あんまりやりすぎると M 字番号みたいになってしまうので確かにで、やってもらった後に、うん、あ、OK、あ、いいね、はい、これで、はい、完成です。イエーイ、イエーイ、クールになりました。なんか大人っぽくなった雰囲気変わりますよね、うん、いい乾かし方だけですごい簡単。簡単です。もう本当にワックスのつけ方一つで変わります、うん、スプレーの必要もないです。うん、私めっちゃ直毛なんで乾かすだけでよかったんですけど、ちょっと癖あるねみたいな人はどうしたらいいか。
セゲさんの場合は乾かす段階で指ピースしてもらって前髪を挟みながら引っ張って乾かしてもらいます。へー、引っ張ってドライヤーを上からこう当てるイメージですね。こうそうです、うん、引っ張りながら乾かしていってもらって、うん、ある程度自然にまっすぐに伸ばせるとあんまりストンってした前髪よりも自然な緩やかなカーブはつきつつのまっすぐな前髪の方がナチュラルさがしっかり出てくれるので、アイロンでやってもらってもいいんですけど、より自然に仕上げたい場合は指で挟んで伸ばしてください。じゃあもうどっちにしてもドライヤーオンリーで。そうですね、あんまりドストレートすぎるとちょっと不自然さが出てしまうので、あくまでナチュラルにいきたいと思います。簡単。簡単です。ドライヤー一つで、うん、ドライヤーと手だけでいきます。はい、はい、やってみてください。クールな前髪を実践していただいて、大事なのは乾かし方、うん、もうドライヤー一つでガラリと印象が変わる前髪ができました、うん、ほんまに新鮮そうですね、新鮮。でも ありやって、うん、全然ありです、うん。しかもなんかこう私結構ショートやからどうなるかなと思ったけど、全然ショートでもいけるね。いけますね、うん、合います、うん、すごい似合ってます。ちょっと明日からこれでいこうかななんかやってる側ですけどちょっとびっくりみたいな似合ってるこんな新たな発見もしていただけたら嬉しいです、ね、前髪だけで、はい、いい感じですね、はい、はい。じゃあ次回はこちら、じゃん、お嬢様みたいな前髪を解説していきます。ぜひ見てください。 eTalks では皆様のお悩みをどんどん解決していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。インスタグラムもぜひチェックしてみてください。それではまた来週。イエーイ。あ、忘れてた、前髪の髪です。リアリありがとうございます今回のテーマ、どうした？どうした今日